血圧とは、心臓が血管内に血液を押し出すときに、血管にかかる圧力のことである、血液量が多かったり血管が狭かったりすると、それを末端の血管まで押し流すために、高い圧力がかかります。 この圧力が高い状態が高血圧です。高い圧力がかかり続けた血管はしなやかさを失い脳卒中や虚血性心疾患を引き起こす要因の一つでもある動脈硬化が進みます。高血圧の要因ははっきりとは分かっていないが不規則な生活や運動不足などが関係している。また余分な塩分は水分を集めて血液の量を増やし血圧を高くする原因となります。 塩分による血圧の上がりやすさには個人差があり、影響を受けやすい人は食塩感受性高血圧を起こしやすくなる。高血圧は自覚症状がほとんど現れないのが特徴ですが、血圧がかなり高くなると頭痛やめまい、 耳鳴りなどが起こることがある。対策、高血圧治療の食事で最も大切なのは減塩です。日本人は1日 10g くらいの食塩を取りますが、まずは 8g 未満を目指しましょう。調味料を使いすぎず、味付けは薄めにしましょう。また、余分なナトリウムを体外に排出するにはカリウムがおすすめです。納豆キナーゼやアリシンは血管内で血が固まって血栓。 となるのを防ぎ、脳卒中や心筋梗塞などを予防することが期待されています。おすすめ食材、バナナ、カリウムとマグネシウムの W パワーで血圧を安定させます。玉ねぎ、辛味成分のアリシンが血栓を予防するとされます。昆布、カリウムが豊富で余分なナトリウムの排出に働きます。3は血管系の病気を予防する EPA、DHA が豊富です。